ビフォー重視かアフター重視で成功するしないが決まる。皆さんこんにちは、トーマグループ東間です。今日はですね、ビフォーというのとアフターというお話をさせていただきたいと思います。ビフォー重視かアフター重視で成功するしないが決まる、絶対達成社長の会というのがあって、そこに私は参加してますけども、そこで横山代表がお話したことがすごく感動をしました。どういうことかというと、何事も行動するときにビフォーね、初めは面倒くさいな、失敗するかもしれないな、時間がないな、朝早くて眠いなという嫌な感覚がある。アフター、結果やってよかったな、失敗したけどよかったな、などと、ね、考える、どちらを考えて実行するかだと思います。私はいつもね、アフターを考えます、決断しています。東間で言えば理念と経営の勉強会、お客様や社員のビフォーの考え方は、時間がない、面倒くさい、朝早く眠い、こんな思いがビフォーにあって、アフターはほぼ参加した全員が、今日の学びは本当に良かった、あの会社に教えてあげよう、会社の、ね、自分の会社で活用できる、コンサルレベルが上がった、いいことばかりなんですけども、ビフォーの、ね、あの思いが強い人は結果的に参加をしないって思いますね。アフター重視の人が成功することが分かるような気がします。で、東間明夫は、ね、理念と経営163号になりますけれども、1回につき成功企業3社、学んでいます。489社、約500社の成功事例を学んでいます。圧倒的なコンサル能力がアップ、ね、しているわけです。70歳になっても80歳になってもこのコンサル能力は消えません。それも月2日学び続けています。皆さんはいかがでしょうか。1日、ね、2時間で、ね、3つの事例が分かるっていうことをですね、考えると、ね、出られた方がいいかなと思うし、社員の皆さんもどうでしょうかということです。からホンダの企業広告で昔あった、負けるもんかっていうのが、私は非常にいい言葉です。頑張っていればいつか報われる、持ち続けていれば夢は叶う、そんなのは幻想だ、大抵努力は報われない、大抵の正義は勝てやしない、大抵夢は叶わない、そんな現実の中でよくあることだけれども、それがどうした、スタートはそこからだ、技術開発は失敗が 99%、新しいことをやれば必ずしくじる、腹が立つ、だから寝る時間、食う時間を、ね、惜しんで何度でもやる、さあ昨日までの自分を超えろ、昨日までのホンダを超えろ。ホンダの、創業者の夢であった世界一のオートバイメーカーや小型ジェット世界トップメーカーとなる世界一日本一を皆さんも考えませんか。そこからいろんな夢や現実が出てくるのかなというふうに思います。ぜひ皆さんで日本一、世界一を、ね、考えませんか。東間グループは日本一多くの100年企業を作る、これが東間のビジョン、ね、夢です。皆さんの会社を100年企業にしたい、この夢を持ってみんながお客様に、ね、お手伝いをさせていただいているということでございますので、よろしくお願いします。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。